及川博文。どうも、アーティスティックフリップ芸人及川博文です。本日アーティスティックに名前を変えていくテーマはこちらです。ヨガのポーズについてですね。アーティスティックに名前を変えていきたいと思います。まず初めのポーズこちらですね。はい、弓のポーズと言います。弓のポーズということは多分構えるとしたらこういう感じになると思います。これだとね、元のポーズとだいぶ開きがあるので、このポーズを生かしたアーティスティックな名前つけてきました。それがこちらですね。はい、おばさんのマイバッグのポーズですね。いいですね。はい、これをさらにアーティスティックにする場合はもちろんこうですね。はい、このようにネギを加えるといいでしょう。はい、続いてのポーズいきます。はい、続いてのポーズはこちらですね。はい、バッタのポーズと言います。こちらももちろんバッタには全く見えないのでこちらですね。サーフボードのポーズですね。いいですね。これにアーティスティックに乗るサーファーはもちろんこうですね。はい、このように乗ったらシャーですね。はい、続いてのポーズこちらです。はい、コブラのポーズと言います。アーティスティックに変えていきたいと思います。それがこちらですね。はい、新娘のポーズですね。アーティスティックですね。これに乗るサーファーはもちろんこうですね。はい、そしてこれからシャーですね。そしてこれを追いかけてさらにシャーですね。はい、続いてのポーズこちらですね。はい、こちらラクダのポーズと言います。もうね、ラクダには一切見えませんよね。逆にアーティスティックですよね。はい、変えていきたいと思います。それがこちらですね。はい、ドッジボールのボールをアーティスティックにかわす人ですね。さらに、ネギをかわす場合もこちらですね。はい、そしてこのネギに乗るサーファーはもちろんこうですね。そしてこちらももちろん増えた。以上です。どうもありがとうございました。